皆さんこんにちは、モノモースです。今日は少し興味深い政治ニュースについてお話ししたいと思います。それはアメリカのドナルド・トランプ次期大統領が日本の石破首相との会談を見送り、その背景にはどのような要因があるのかという話題です。この記事によれば、トランプ氏側は会談要望が殺到していて今は難しいという理由で今回の会談を見送ったということですが、実際にはもっと深い理由があるのではないかと私は考えます。まずニュースから読み取れるのは、石破首相が南米訪問に合わせて20日にフロリダでトランプ氏と会談する予定だったということ。しかしトランプ氏側からは法律上も就任するまでは厳しいという公式な見解が伝えられました。この理由にはもちろん、トランプ氏が現在内閣人事や国内基盤を固めることに優先的に取り組んでいることが挙げられますが、私は他にも考慮すべき点もあると思います。特に注目したいのは石破首相の対アメリカ外交のスタンスです。彼は以前からトランプ氏の外交方針に対して批判的な姿勢を見せており、このような意見の違いが今回の会談見送りに影響を与えた可能性も否定できません。トランプ氏はこれまでの日本との外交関係において安倍前首相と特に親しい関係を築いてきました。これにより石破氏に対して距離を置いている可能性が考えられます。またコメント欄では石破首相の外交手腕に対する疑問や批判も多く見られました。これが国際的な信頼にも反映されているのであれば、日本の外交はさらに複雑化することでしょう。今後の対応としては、内政の地固めとともに国際社会においてより明確で強いメッセージを発信する必要があると考えます。私の見解として、石破首相は今後もバランスの取れた外交関係を築き上げることが大切ですが、そのためにはまず国内の支持基盤を強固なものにする必要があると感じます。これができないと、いかに誠実で優れた外交政策を打ち出しても一部の国際リーダーに正しく受け取られない恐れがあります。外交とは相互理解の積み重ねですので、長期的に考えた取り組みが必要でしょう。最後に、視聴者の皆さんもこのニュースについてどのように感じたか、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回お会いしましょう。